ベルリン宣言は第二次世界大戦末期の1945年6月5日に発表されたドイツ国の敗北、滅亡とその最高権力を連合国が掌握するという連合国軍の宣言。ベルリン宣言の記念碑、アドルフ・ヒトラーの死によって国家社会主義ドイツ労働者党は事実上崩壊した。ヒトラーに後継指名されたカール・デイニッツ元帥のフレンスルク。 政府は降伏の後もドイツ国政府として存続できると考えていたが5月20日にソ連が彼らを政府として承認しない姿勢を明確にし他の連合国も追随したドイツが崩壊消滅したことによってドイツの主権をアメリカソビエト連邦イギリスフランスが掌握することが宣言され占領期の姿勢の基本方針となったこのため フレンスブルック政府の閣僚は連合国に逮捕され、ドイツには中央政府が存在しない状態となった。敗戦後に中央政府がドイツに存在しない点は、ポツダム宣言により、敗戦と占領後にも中央政府が存在し続けた日本との大きな差であった。この宣言は、英語、ロシア語、フランス語を成分としており、ドイツ国の敗北、消滅及び、 アメリカ合衆国、ソビエト社会主義共和国連邦、連合王国、フランス共和国臨時政府の政府による、ドイツ最高権力掌握に関する宣言という意味を持つ。また、ドイツ語でも発表されている。連合国遠征軍最高司令部司令官でもある、アメリカのドワイト・ D ・アイゼンハワー元帥、イギリスのバーナード・モント・ゴメリー元帥、フランスのジャンド・ラトルド・タシニー大将。 ソビエト連邦のゲオルギー・ジューコフ元水がそれぞれの国を代表して署名している。これ以降、ドイツは4カ国の占領区域に分けられ、軍当局による占領統治が開始された。占領時代に行われた日が近等の政策は、この宣言に基づくものである。しかし西側連合国とソ連の圧力が強まり、ベルリン宣言に基づく軍政は1949年に、 集結、旧ドイツ国は再興されることなく、西ドイツと東ドイツの二つの国家が誕生することになる。ありがとうございます。